ゲッパー君のパーイ、うん、はあ、これ誰かまた入ってね、ロビン。え、嘘。あ、でも残ってます、うん、ロビンにいるから大丈夫。ああ、うん、なんか見てるのかな。で、あの、チャットないから、ここの部屋ボイスチャットかーってなっていなくなるかもしれない。ああ、なるほど。あ、はじめ。ああ、まあ。まあ、いかも。バン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 。やっぱ最初はスキップ。最初スキップ安定やな。で、いいのかな。うん。モデレーターがね、全然こういう場合役に立たないから。ね。うん、さーて。誰のお家覗きに行こうかな。あーあーあーあ、じゃあややこさんのお家覗きに行こう。さっき死体まさぐられたから。さあどうなるかな。いや、これ面白いな。もっと大人数でできたらいいんだけどね。今度はバカじゃないといいけど、お、紫が入っていったかな。紫が入っていったよね。あ、違うか、赤、うん、違うな、紫が入っていったな。あら、え、嘘、あれも、なるほど。あー、シーフに取られてる。で、卵さんが、卵さんはルックアウト。あー、なるほど。そう。まあまあまあ、大事な。なんだ。おっか。初動これ来ると、インポスターがやられたのかもわかんないからな。そうだね。あ、そうか。無能さんがインポスターだった場合は、インポスター引き継ぐみたいな。そうそうそう。そうそう、そういうことよ。話か。あー。なるほど。卵さんが。緑だったら素直に言っていいんじゃないの。あ、そうだよね。あの、僕ですね。僕がシーフでした。はい。よう引くね。で、なんだったあの。で、まあ普通に、ね、ドクターでした。ドクターです、僕。ああ。なるほど。だから。まあ、嘘じゃなければもう確定でイノセントだから強い、ね、もう全力で守ってください。待って、これ、ください。あ、そっか。今、ちょっと言うか考えたんですけど。シーフよりドクターの方が優先度高いですか？シーフの方が優先度が高いです。ああ、オッケーです。僕んとこに多分どっちか、来たね。あ、じゃあ、無能さんが来たんか、僕んとこに。あ？ん？ん？シーフの方がドクターより早く動くはず。え？じゃあ、なんか違う人が。あ、じゃあ、全然違う人が。おかしくね？え？ドクター二人いるじゃん。かもね。ちょ、待って、今僕、まあ、潜伏してていいと思うよ。そうね、そうだね。バカいないから。うん。ただね、私がね、もしかしたらバカかもしれないなと思っているな。マジか。え、あ、違うか。ドクターはバカいないでしょ。ちなみに私はややこさん家を見に行ってるんです。僕一切動いてない。いや、もしかして 目のやつ。そうなんです、ルックアウトだから。マジか。卵さんが新ルックアウトだったってことは、私がバカな可能性があるなと思いつつ、多分バカだと一人来てる、ややこさん家に。うん、一人来てる。来た。でも色は言わないでおきます。あ、そうか、色見えるんか。はい。うん。いや、言った方がいいのか。いや、わかんない、どうだろう。ドクターが来たって言ったよね、ややこさん。ドクターが来た。ああ、じゃあ。だから、無能さんが来たのかっていうことよね。いや、だから、多分シーフに取られてるから、無能さんではないはず。あ、なので。取った後にシーフ、やっぱりもう一人誰かが来ているはず。そうか。取った後、だからドクターの能力が使えないから、別のドクターがいるのはわかるってこと。うん、すげえ。そうだと思う。ドクターが2人いるんだな。これってドクターと思っているバカな人が訪れて。いや、ドクターバカいなくないでしょ。いや、ドクターバカあります。あるよ。で、いるからね。そう、訪れてっていうことは、なんだ、ドクターが訪れたっていうことも出るんですけど、蘇生能力が使えないっていう状態です。あ、そういうことか。え、あ、へえ。で、ってことは私目線、もう人外確定しちゃったな、2人。え、まあ私が死んだったらの話だけど、うん、だってややこさん家に訪れた一人がドクターなんでしょ。
うん、私ドクター、まあ、進化どうか置いといて、ね、ちょっとむ村人さん釣りませんか。そうなるんだろうねきっとね、うん、よかったね村人さん、インポスター引けて。まあ、ちなむ、はい、ちなむと、うん、ちなむと挑発者が何もできなかったっていう。ああ私が信じゃなかったら終わりなんだけどね。でもどうせここのターン釣らないとさ、いけないよね。 2-2 になっちゃうからさ。いやそうだよね、そういう話になるよね、うん、ってなるとさ、その今回何もしてないんだけどルックアウトなんですよね。なるほど、うん、でも被るんすよね。まあ、あの卵さんが死んでいる時点で私かやめさんは多分どっちかバカなはずです。そうなんだよね、あれということは私目線。そうなんだよね、あれちょっと待って、どうしよう、村上さん違うかも、どうしよう、ちょっとごめんなさい。違うって、動いてないのは逆に今回は関われなくないっていう。でももう過半数入ってるんだよな。やばいやばい、はあ、やばいな。あ、やったやばいなぁ。いいぞいいぞいいぞ、ナイスナイス。動かなかったがゆえに。悲しい。あぶねあぶね。どうしようかな。ガムさんとこ見に行こうかな。私目線、ガバちゃんがドクターなんですよ。私が死んだったらね。で、あれ？そしたら、バカがいないから、ガバちゃんがバカか、あやめさんが赤、バカ？あれ？殺されるこれ。助けてドクター、あっ、おいバカバカ野郎、一気にマジかバカ野郎。えルックアウト、シンか、あ、じゃあこれシンなんや。え、じゃあバカですわ。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 あ、ドクターバカですわ。バカですわ。あれ？え、これガマさんが何なんですっけ？俺ドクターでヤヤさんとガムさんの方行ったんですよ。ガムさんは来てる？ガマさん。え、とか誰か。今のターンですね。今の夜は誰か来ましたね、確かに。まあ、僕はヤメさんだと思うんですけど。待つ。え、じゃあ今ドクター。ガムさんもドクターで、ガムさんもドクター？この、ガ2人、ガ2人がドクターです。ガドクター。2人ともドクター。めちゃくちゃ面白かったね、はい、今。なんかな。まあ一応今のところ、しずち曲がってるし、ガムさんのシーフ対抗が出てこなかった時点で、まあガムさんシーフ確定だと思うし。シーフなんだと、なんか僕は、本音持ってバカかもしれないんですよね。え僕今なんかピオスさんとこ家行ったんですけどね、夜気になってるんで、はい、え、あ、え、これバカも引き継ぐの？いや、わかんないです、知らないんですよ。バカも引き継ぎますよね。あ、え、じゃあ、え、僕は人を殺しちゃった挙句バカになったし殺すしバカになったしっていうとんでもマンっていいんですかね、もしかしてとんでもマン、爆弾のような存在っていう、やばいやばいやつ、それはやばいバカになるっていう、飛んでいっちゃっても激ヤバなやつっていうことでいいんですかね、僕は。なるほどね、あ、え、それも引き継ぐんだ。え、これ、ね、どうすればいい、これで。ガムさんは僕は普通に白だと思ってて、で、なんか今確かにうちに来たのは確かで、誰かが来た、だから初動で来たのがガバさんですよね、僕の家に。そうですね、ヤヤさんのところに行きました。で、今来たのが、あ、じゃあ、そうか、今来た、ガムさん、2ターン目はガムさんのところに来たかな、うん、で、ドクターは確定で、イノベーターじゃなくて、インセクター、イノセントサバイバーの方ですよね。サバイバーだから、え、じゃあ、この一応ちなみに僕言っておくんですけど、あの出してなかった理由が、あれなんですよ、なんだっけこれ、挑発者なんですよ僕。
おお。だから終盤まで一応潜伏して序盤終盤にもし人数不利とかになった時に行こうと思ってたから。だから最悪あなるほど、ね、僕やられそうになったのをあそあどうなんだろう赤挑発者の可能性はいよいよ村上さんが挑発されたけどまあ役所さんがこの辺から挑発者が 2,、うん、2人赤でいっていやでもあどうだろういやそれだったらここで2強入れないかなって思ったけどそうでもないかうん、うんちょっと終盤まであのインポスター側に有利になることは極力避けたかったから誰にも入れてなかったんだけど。なるほど。いやだから多分僕とあやめさんローラーで勝ちなんじゃないかなと思うけど。なんかこっちこの2人どっちかかなっていう。うん、まあ、僕もガバさんとガバさんは白と見ていいんじゃないかな。2人はから。なんかね、あやめさん名前的には人あやめてそうですし、やっぱ一番怪しいから。あかんやその理論はあかんや。あやめさんなんで、あやめてても。なんか、助けるさんとかやったらよかったんですけど、でも、あやめるさんなんで。いや、やばいやばいやばい。本当に、ミカオさん面白いわ。にも程がある。いやー、やばいよ、それは。でも、どっちかに、もう、決めて入れた方がいいやろうから、ちょっと、あやめさんに入れますね、俺は、あやめさんの方に。名前負けさんを信じます名前負けがないどうせどっちかに決めて入れないとダメやし、うん、ああまあ確かに、うん、そうだよねいやまあまあこの時点でもうダメだからなじゃあ頑張ってほしいわそこはおおやっぱ名前やん何名前ナイスタスケルさんに解明するしかないタスケルさんにならないとダメだよ。どうタスケルさんぐらいしないと。え、今の範囲、名前だって僕はバカで。僕の範囲はチーフバチアダリなんだけど。あ、本当にあれなんだ。バカ奪ってる。バカ引き継ぎだね。こういうことだ。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ面白かったですよ。いや、面白かった、マジで。あ、よかった。いや、面白かった。いやだってやばいよねバカ引き継ぎましたみたいな、うん、いやあやめさんがさあの私のこと殺したじゃん、うんうん、その日の夜にさドクター来てくれたからやったドクターと思ったらそのまま帰ってってさおーいみたいな対応蘇生したと勘違いして死体ほったらかしただけの人なんで僕今とんでもないエアブ医者でしたちょっと今のすごかったな意味わからんかったもんいやそれはやばいな助けたはずなのに助かってない？え？やばい、俺がブラックジャックかって思いましたもん。あ、令和のブラックジャック。やばい、しゃって。